キスいらんって。うちのリスナーキスいらんのよ。そういうの求めてない系なんや。うん、なんかうちのリスナーもそんな恋愛マインドじゃないから、うん、キスしたことないんだ。どうなんみんな。あー、みんなキスしたことないんだ。恥ずかしい。低評価おいしです。待って、毎日してるけど笑。待って、母親を含みますか。あー、オッケー。オッケーなの。うん、キスするとその、うん、から体の疲れが取れるみたいな言うやん。あ、そうなん。お前その声やばいぞ。幸せホルモンは出るでしょうな、キスしてんだから。でも悲しいキスとかもあるか。何悲しいキスって。なんか向こうは、うん、彼女がいるんだけど、うん、飲み会の後、自分は片思いなんやけど、あ、なんかちょっと向こうがぼーっとしてて、お、でも好きが抑えれんくて、うん、ちょっと自分からキスしてしまって、ぼーっとしてんのに行くなよ。そこからこうなし崩し的に一回体の関係を持ってしまって、あ、でそこから、まあ、向こうは彼女がいるけどだらだらセフレみたいな関係になって、あ、でもやっぱ俺は彼女を大事にしたいからってなって、うん、でもありがとうのキアイエスです。悲しいキス。悲しいキアイエス。全然経験談じゃねえよ。え、そういうのはありなし。なしやろ。なしやって、みんなダメよそういうキスしたら。うん、でまず、うん、彼女がいるのに、うん、他の女の人とキスする時点で、うん、終わってる。いやでもだからその終わってる人間から悲しみのキスは生まれへんって。でもボーっとしてる時にキスした俺も悪くね。悪いよ。だから自業自得やって。自分から生まれた悲しみやからそれは。なるほどね。うんうん、そうそうそう。